映画、ザシン・オブ・ノラ・モランのポスター・アルベルト・バルガスは、ペルー出身のアメリカ合衆国のイラストレーター。ピンナップ・ガールをはじめとしたエロティックな女性の絵で知られる。その代表的な作品は、バーガガールとも呼ばれる。ペルー共和国、アレキパ県に生まれる。父親は著名なペルーの写真家、マックス・ティ・バルガス。父親は1911年、 アルベルトが13歳の時に写真修正の技術であるエアブラシの使用法を教えた。第一次世界大戦前、父と弟ともに訪れたヨーロッパで絵を学んだ後、第一次世界大戦の戦果を逃れ、1916年にアメリカ合衆国に渡る。パリでは当時、ラビパリジェンヌ氏のカバーを飾っていたラファエル・キルシュナーの絵に見入られ、そのエロティックな絵の虜となった。 アメリカに渡ってほどなく、ジーグフェルド・フォリーズをはじめとして、多くのハリウッドのスタジオで仕事をすることになる。俳優の肖像を描いたリポスターの絵を描くほか、セットのデザインも手掛けた。バルガスの最も有名な映画関連の仕事は1933年のシーン・オブ・ノーラ・モランのポスターで、失意に沈むポーズの主演女優ジータ・ジョアンのほぼ裸に近い姿が描かれている。 このポスターは、しばしば映画史上最も優れたものの一つと言われる。1930年6月、1920年から、バルガスのモデルを務めていたアンナ・メイクリフトと結婚。1940年には彼は、第二次世界大戦中のピンナップの象徴とも言える、エスクアヤマガジンに発表した一連の作品、バーガーガールの作者として、有名になった。 第二次世界大戦中に戦闘機などの機種に描かれたノーズアートの多くは、これらのエスクアイア氏のピンアップを参考にしていた。その後、バルガの名称の使用をめぐって、エスクアイア氏と法的に対立。バルガスは敗訴し、以後経済的に苦境に追い込まれるが、1960年代にプレイボーイ氏がバーガガールとして彼の作品を使用し始め、 一躍世界的に知られる存在となった。1974年に妻、アンナ・メイに先立たれると、打ちのめされたバルガスは絵を描くことをやめてしまう。しかし、1978年に自助伝の出版を、きっかけに再び世の関心を集めることになった。バルガスは、ポツポツと気の向いた作品だけを発表するようになった。バーナデット、ピーターズやカーズのアルバムカバーなどが、 この時期の作品である。1982年12月30日、脳卒中で死去。現在、バルガスのエスクアイアマガジン時代の作品の多くは、カンザス大学、スペンサー美術館に所蔵されている。それらは1980年に、エスクアイア氏から他の膨大な絵画と共に寄贈されたものである。2003年、クリスティーズオークションにおいて、 プレイボーイ氏の所蔵する1967年のバルガスの作品トリック・オアトリートが彼の作品としては過去最高額の7万1600ドルで落札されたバルガスの作品は愛して水彩とエアブラシで描かれているその名人儀とも言えるエアブラシのテクニックは今日もエブラッシュアクションマガジン氏が主催するエアブラシの達人に与えられる最高の栄誉バルガス賞として なお残している。彼の絵の特徴的なものは、セミヌードもしくはヌードで、理想的なプロポーションを描き、そこにエレガントな衣装を描き重ねる手法で、着衣でありながら、体のラインを、はっきり表現している。また、指とつま先を細く、マニキュアペディキュアは、赤といったこだわりがあった。バールガスは、この分野での最高のアーティストの一人と広く、目されている。また、 1956年から1958年までミスユニバースの審査員も務めた。バルガスがモデルとして描いた女性には次のような著名人もいた。オリーブ・トーマス、ビリー・バーク、ニタ・ナルディ、マリリン・ミラー、ポーレット・ゴダード、ルース・エティング、シャーリー・テンプル。ありがとうございます。